川越藩。川越藩は、武蔵国入間郡、現在の埼玉県川越市周辺を領した藩。武蔵国一の大藩。藩長は、川越城に置かれた。武蔵国の中央に位置し、古来から軍事上の要所であったため、上杉持友の命で火災の大田道真、大田道館不死によって、城が築かれると、上杉氏、 あと、北条氏の武蔵国支配の最重要拠点であり続けた。江戸時代になると、大老、老中など、惑星の住職についた有力不外大,大名や、審判の越前松平家などが入法した。幕府の老中職についた大名の数では徳川、諸藩中、桜藩に次いで最多である。城下町の川越は、江戸と新華岸側の周雲や川越街道で結ばれ、 江戸の北の守りとして、発展、小江戸と称されるほどであった。天正十八年、1590年、豊臣秀吉の北条征伐で、前田利家の率いる北国政によって、川越城は開城し、後北条し、城代は大道寺氏の時代が終焉した。徳川家康が関東に違法されたのに伴い、 掛川の戦い以来の三河府大最古山で、雅楽党酒井家の祖、酒井重忠が一万国をもって、川越に封ぜられ、川越藩が立藩した、審判格。重忠は入法すると、諸役免除を実施、落一政策をとって、領内の経済的確立に努めた。重忠は、文禄の役では、留守居役として、家康不在の江戸城を治めた。また家康は、高麗軍、 クジライ、現在の川越市、クジライの五戦国を、重心の戸田和明に与え、大御国税税半に違法になるまで十年間、クジライ藩となった。江戸幕府開府後の慶長六年、1601年、茂棚は、天海僧城の口添えで、上野国馬屋橋藩に天保となった。川越は、江戸防衛の数用の地であるため公認の決定に、紛糾し八年の万城を経て、 慶長十四年、千六百九年、重忠の弟で家康の最重帝に当たる忠都氏が、駿河国田中藩より二万国で入法した。忠都氏は、大阪の役では、江戸城留守居役を務め、北院で、天台宗の論議を聞いた、家康の命で、天界の北院を再興させた。また忠都氏は、第三代将軍、徳川家光の臣も厚く、老中となり、家造を受け、 三万七千国となった。官営四年、一六百二十七年に忠都市は死去し、武蔵国深谷半五万国の領主で忠都市の着難、忠勝が八万国で入法した。忠勝は、老中として家光をよく補佐し、官営九年、一六百三十二年に万国の仮像を受け、国高は十万国となった。忠勝は、時の金根流など、城下の整備を進めた。 寛永11年百6 3 4年、忠勝は11万3000国で、若狭国オバマ藩に違法され、国持大名にまで上り詰め、大老も務めた。忠勝時代の藩士は7000国を筆頭にして、桃石僧の治療が最も多かった。忠勝の後、寛永11年百6 3 4年、相馬義種が城代を務めた。寛永12年、 1635年、失政六人衆の一人で老中の堀田正盛が三万五千国で入法した。正盛は、春日局の孫にあたり、大老四家である堀田氏の祖となった。寛永十五年、1638年の川越大化で消失した北院など城内、城下の再建を指示、また、家光の命で、千波東照宮総権の造営奉行となった。その後、 信濃国松本藩に転望した。水谷勝隆が上代となった。寛永16年、1639年、松平信綱、大河内松平家が、島原の乱鎮圧の孔により、武蔵国忍藩より3万国加増された6万国で入法した。昭法4年、1647年加増を受けて7万5千国となった。信綱は最地にけ、 家光つけ将から、老中主座となり、家光や、第四代将軍、家綱を、よく補佐し、官職名の伊豆守るから、知恵、伊豆と呼ばれた。反省では、川越城の大改築、五角三路、八門を新造、城は倍の大きさになった、城下の地割り、侍屋敷、町屋敷、屋敷社自地、足軽、中間は組屋敷、十家町四門前町、 川越阪神安松金衛門による玉川浄水、伸び止め用水の改作など、農政を進行し反省の基礎を固めた。新河岸側には99曲がりという蛇光流が造成され、川越五河岸が設けられ、江戸と川越四船が行き来した。輝港は父、信綱の遺訓を守り、伸び止めに平林寺を移し伸び止めの開発を続けた。 江戸とを結ぶ川越街道の改修整備が進んだのも、輝き港の代である。元禄7年、1694年、第3代藩主、信ブは、下兎国古藩に転望された。代わって元禄7年、1694年に、柳沢義安が7万2千国で入宝した。義安は、第5代将軍、綱吉の調和受け、 二度の仮像により国高は十一万二千国に達した。綱吉の側用人、大老格として惑星に暴殺されたが、反省でも三富神殿の開発を行うなどの手腕を発揮している。吉安は受学者のお牛空来を召し抱え、空来は川越城下の宮下城に住み、三富神殿の開発などは、北総の王安石の開拓に習った空来の権威によるものである。 宝永元年1704年、貝の国交付藩に十五万国で違法となった。代わって、貝の国谷村藩より、秋元高友が五万国で入法しすぐに六万国に、された。高友は、原徳文治の老中として有名であるが、聖徳元年1711年の入法時には、貝より職人を帯同し、川越領内で柿や、養魚などの農館漁業や絹織物など、 食産政策を進めた。高友の知性は、高山半分など有能な過労が出た。第四代藩主、鈴朝の時代の漢方2年、1742年8月には、第五王雨により、荒川、入間川、綾瀬川などが氾濫し、武蔵国一帯は山上を極めた、漢方2年江戸洪水。鈴朝は、農民救済政策を八木早に実施した。鈴浅は、 平賀源内を藩に招いて、奥、秩父、大滝の中津郷で鉱山を開発した。鈴朝が老中を辞した後、中仙道天馬騒動が起こり、川越藩領でも騒然とした。田沼沖継ぐの強権政治に反対したため鈴朝は、明和4年、1767年、出は国山形藩に天法となった。鈴朝は、江戸屋敷を動かず、着難の長朝が山形藩へ赴いた。 かわって、上野国前橋藩主、松平朝則15万国の所領に川越は、編入され、川越藩は消滅した。家康の次男、結城秀康を外する、越前松平家統治の時代となった。しかし、前橋城が、利根川の侵食を受けて、大打撃を受けたことからこれを排除し、居城を川越城に移したために、これ以降前橋藩は、川越藩となった。 朝のりは、川越藩の飛び地となった前橋に、川越藩の陣屋を置き、前橋分領7万5千石を、留守居役を据えて支配した前橋陣屋。越前末、平家の中でも、秀康の伊藤松平直樹を外する家系は、代々姫路藩、白川藩などへ転封を繰り返したことで釈罪が多く、朝のりも姫路時代より、財政的に急迫していた。 川越で代を重ねても改善されず、第四代藩主、成常は、天保を目論ろみ、第十一代将軍、徳川家成の子、聖書を養子とし、裕福な、手和国将内藩への違法の内示を受けた。将内藩領民の猛烈な反対運動を受け、違法はさたやみとなったが、味方領地替え、引き換えに二万国の画像を受けて十七万国となった。成爪は、 合唱、横田五郎兵を勘定部業閣に任命して、犯罪性の改革を進め、藩士、安井正明に命じて、川島に飛ばえみを築造し、水田を開発した。藩校、広州道を開設し、藩寿、安岡礼南に命じて、川越番、日本外史を観光させ、盲目の意師で国学者の沼田純義を藩に招いた。西尾手門に目安箱を置いて、 衆書の声を反省に取り入れるなど、高額の名君と歌われた。川越城、本丸御殿建築も、成常の業績である。一方で、武蔵国最大の国高であった川越藩は、文政三年、1820年に、武蔵一万五千石を、相模一万五千石と、開地され、総集計語訳を命ぜられた、この出費に嫌気して成常は天保工作を、 始めたのである。浦賀奉行の下で、藍津藩に代わって、川越藩が、三浦軍の川越藩領に、三崎や大津、観音崎などの解剖陣屋を設け、五百人を超える藩兵を置いて、防衛に当たった。そのため、天保八年、1837年に発生した、森村豪事件で、異国船打払い令に基づき砲撃したのは、浦賀の川越藩だった。 川越藩は、数千人体制まで増員。高下三年、1846年、アメリカ東インド艦隊司令官、ビットルが黒船二隻を引いて、城ヶ島の沖に現れた際、最初に小船に乗って、ビンセンス号に乗船、接触したのは、川越藩氏の内池武者絵門であった。高下四年、1847年、幕府は、岡田四位や体制を敷き、江戸湾防衛を、 川越藩、彦根藩、藍津藩、押藩の有力四藩に追わせた。川越藩の分隊区域は、浦郷から三崎に至る三浦藩島一帯とその、海上であった、彦根藩は、鎌倉七里ヶ浜方面、藍津藩は内棒、押藩は外棒。嘉永六年、1853年のペリー来航の際には、鴨井から大津一帯に、川越藩は藩平を展開。 ペリーの上陸した栗浜は、川越藩兵500名や彦根藩兵が固めた。第五大藩主の転足はペリーに同行した。開永7年、1854年、ペリーの2度目の来航には、幕府は品川台場を築造し、解剖ラインを江戸湾内海に変更。川越藩は、その防衛を、藍津藩、押藩と共に担い、川越藩は、第一大城を担当。 藍津藩は第二、押藩は第三、高輪にも陣屋を構えた。また、川越藩は藩の居物を受け負っていた小川五郎衛門に可納法を鋳造させ設置した。風雲級を告げる時世で川越藩も武備を増強、江戸で東大随一の東商と呼ばれた藤枝太郎秀吉はこの時期に活躍した川越藩の刀架子である。 三浦半島の防衛を引き継ぐ熊本藩の準備が遅れ、川越藩は三浦半島と品川の双方に、延べ6万人もの藩を配置する負担も生じた。川越藩は小玉軍には、藩の鉄砲射撃場も造営した。第六大藩主の自家公、徳川成明の八を、徳川義信は、2位は、こうした出費に苦しんだ。第七代藩主、直勝は、将軍。 徳川家持の上洛の際に、江戸経営の任にあたり、また、西洋法術の高島流の採用や農民出身の藩士、大川平米が指導していた、新党無念流の徴用による剣術の多流試合の活性化度の軍政改革を実施した。自身も上洛、公明天皇より少々に任官された。しかし、横浜左幸問題が、 国内政局の焦点となっていた時に、なおかつは、幕府の政治総裁職、大老閣という要職にあり、家持ちの方針と合わず、また天狗党の乱の鎮圧方針で強硬派の、水戸藩と激しく対立、結局川越藩は兵を動かさず、なおかつは、政治総裁職を罷免された。さらに、幕末の慶応2年、1866年武州、一揆が起こり、なおは、 販売千病を城下に放出するも川越藩領の、諸村では恩恵に預かれず打ち壊ししたため、なおかつは、渋滞で鎮圧、一気の城下への侵入を阻止した。川越藩は、開国をめぐる世状に最も通じていた藩の一つで、あり、100年にわたり、川越藩領の上の国前橋、群馬県前橋市の主力産品であったキー糸は、川越藩市、早見謙荘。 深沢武史蔵らによって、金質向上と増産が図られ、藩の専売品として、横浜の港から、川越藩御用商人の吉田孔兵らによって、輸出され、莫大な利益を生んだ。こうして、越前松、平家の長い念願が叶って、慶応三年、1867年、前橋で城の新築がなり、なおかつは、川越藩時代の国高をもって、居城を、 前橋城に移転した。これ以降は前橋藩と呼ばれる。そのため、比企軍、高麗軍、埼玉軍周辺の六万二千国の領地が飛び地になることから、比企軍松山、現在の東松山市に松山陣屋が設置された。松山陣屋は陣屋としては国内最大級の規模であったが、わずか5年で廃藩地検を迎えて終焉した。ちなみにこの時、 藩主、なおかつに従って、早見健僧や深沢武志蔵らも前橋城に移った。代わって、岩見国浜田藩の松井松平家が、竹島事件を起こして懲罰的な違法であった、道の区国棚倉藩時代を経て、松平安秀、松井安秀の第28万4千国で、川越に入法した。安秀は、外国奉行、神奈川奉行、環状奉行、大目付、 南町奉行、寺社奉行、老中を歴任。江戸幕府最初の欧州施設団の文久県王施設の副主として欧州六カ国に派遣され、各国政府と開港延期交渉をしたもので、慶応2年1866年に藩主になると、藩公、朝前官を開設した。安秀は川越藩主であると同時に、幕閣で、老中、会計総裁職、 今日の財務大臣も兼務し、多忙を極めた。安秀は慶応4年、1868年、新政府に基準することで反論をまとめ、老中を辞すると上落するが、新政府に大見国の飛び治療に万国を没収され、禁止処分とされた。それでも川越城の堀を埋め、官軍にひたすら強順することで、川越の戦果を回避することに成功した。 川越藩は、上野戦争から離脱した、将棋隊分派の新部隊を、農人寺の戦い、反農戦争で相当した。明治2年、1869年、安秀は所領を守ろうと、家督を、養子の孔はじめに譲り隠居した。孔はじめは直ちに藩籍奉還を願いで、わずか16日間の藩主であった。孔はじめは、地藩寺となり、明治4年、 1871年廃藩地県を迎え、川越県となった。以後、県庁が置かれた入間県、熊谷県を経て、埼玉県に編入された。不代1万国、1590年から1601年。不代2万国、3万7千国、8万国、10万国、1609年から1633年。不代3万5千国。 1635年から1638年、不代6万国7万5千国7万国、1639年から1694年。不代7万2千国11万2千国、1694年から1704年。不代5万国6万国、1704年から1767年。審判15万国17万国。 1767年から1867年。府大八万四千国、1867年から1871年。川越藩、松平、越前、家時代の江戸藩邸。上屋敷は、今日の港区とらの門二丁目、千代見坂、霊南坂、江戸見坂の三つの坂が取り囲む一帯にあった。現在、ホテルオークラ本館が建っている場所である。中屋敷は、 赤坂一丁目にあり、現在はアークヒルズ内のサントリーホールになっている。下屋敷は高輪三丁目にあり、現在の高輪警察署近辺である。松平、松井、家時代、明治維新後に多賀郡十村、旧幕府良が加わった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。